張っていって一塁か中野、これは一塁送球です。速いボールに対して対応難しいと思いますね。速いボール差し込まれる形になりました。一塁塁間中野追いついてセカンドに送球、一つアウトカウントを増やしました。この当たりはさすがは去年のゴールデングラブ賞。強い打球ですが取った、ここは中野がよく飛びつきました。ナイスプレーですね。痛烈な打球ですが飛び込んでいきました。先ほどはこれ 4K フォーカススローもご覧いただいていますが、インコース、インコース来た、詰まった、セカンド中野よく取った、ダイビングキャッチです。ナイスプレー、素晴らしい。西も中野のプレーを称えます。レフトスタンドからは中野コール。これは中野のスーパープレーですね。昨シーズンセカンドでゴールデングラブ賞、ここまで10年連続受賞していたカープの菊池を抑えて昨シーズン初めてゴールデングラブを取った中野のプレー、ね、そうですよね。あの菊池君を抑えたんですからね。そうでしたね。これもセンター方向、佐々木は2塁を蹴って3塁へ向かっていきます。ライトの森下、あーと回している、佐々木は3塁を蹴って中継はクロスプレーになるがアウトになりました。まず吉川のいいバッティング、セカンドの頭上、森下がうまくこの右中間抜けようかというところ止めて、そしてこの後ショート大畑、そうですね、もうアウトにするにはここしかないというような、 そうですね、そんな坂本への送球でしょうか、はい、あと振ってから早かったですね。5番の坂本は昨日ヒットこそ出ませんでしたが開幕から全試合で出塁していると。引っ張った打球、サード横飛び、田中康介一塁送ってアウトになりました。今日久しぶりスタメン起用の田中康介にファインプレー。いやー、山本さん、ジャンプ一番田中のいい守備が出ました。はい、ナイスプレーですね。昨日の外野手といいね、外野が取ったプレーといい、いい調子になってくるでしょうか。ここは打ち上げてスタート、ここはファウルフライとなりました。下がりながら田中が掴みまして、これでワンアウトとなりました。門脇はヒッティングに変えてくるといった、巨人采配です。ねえジェンス、ね、そうですね、そういえばこの大声が、ここはセンター前、どうだ、いや、セカンド矢野が掴んで、ここは体勢それたが緩い、アウトです。難しい体勢で投げましたが、矢野ここは素晴らしいプレー。足の深さにもぜひ今の守備は伺いたいところですが、はい、リプレイで見てみましょう。セッター取ってから早かったですよね。ちょっとあのボールがちょっと抜けたようなチェンジアップ気味になりましたけど、はい、まあ、取ってからこうワンステップでここから取って、このワンステップで誇ってますか、はい、勢いでね、体勢は難しいところからの送球になりましたが、はい、ナイスボールですね。ここはお声をアウトにしました、矢野、ビッグプレー。その萩尾に対してマウンド上森下、変化球打っていきました、痛烈当たり、矢野が取った、ジャンピングキャッチでここは掴みました。一塁送球、ここも再び素晴らしいプレーが生まれました、矢野です。ナイスプレーですね。いやー、ここも、はい、ドンピシャリですね、タイミングが、痛烈な打球抜けるかというところも、ここは飛びついてくるっと回って一塁送球。いや、今日は菊池に代わってこの矢野ですが、はい、いや、広い守備範囲を見せていますよね、はい、十分にね、代わりは務まってますよね、
っていった。セカンド矢野が掴んで、ここも一塁送球、まあ、うまくキャッチしまして、まあ、ここからのスローイングはちょっと難しいですけどね、やっぱり、ね、一塁ベースとは反対の方向に体が進みながら、はい、あこちらも今 4K のフォーカススロー近いところで見ていただいていますが、ナイスボールですね、センター、いや田中回り込んで一塁へ、坂本初球から打っていく、セカンド2年目の田中強肩さばきました、好プレーが出た。坂本の初球打ち、セカンドの田中ジャンピングスローで好プレーが初回から飛び出しました。今日のジャイアンツドラゴンズの3連戦の3戦目です。いやまず天野さん、この守備、はい、アジア大学の天野さん後輩であります、はい、田中ですが、はい、誇らしげな後輩ですけど、今のね、やっぱり打球って、はい、もちろん追いつくのも素早く追いついたんですけど、バウンドが難しかったですよね。そうですね、高く跳ね上がりました、はい、ですから、まあ、この辺内野安打になっても仕方ないなという、まあ、マウンドにいる柳は思ったんですけど、まあ、ありがたいプレーです。当たりセカンド田中引きながら取ってさばきました、ツーアウト。いや天野さん、1回に続いてすごい素晴らしい試合ですね、まあ、広島カープの菊池選手を彷彿させるぐらいな身のこなしで、まあ、守備はもう本当に、学生時代からね、評価されている選手ですから、鋭い当たり、倒れ込みながらバウンドを合わせて、本当に身のこなし方がカープの菊池のような、あやっぱりカープには詳しい大町さんですから、まあ、ただその菊池に彷彿させるようなそういった守備を見せました田中です。2年目です。ブルペンから状態も良く、そのままマウンドでも投げることができていると。ここもセカンド田中が1、2塁間さばいてワンアウトです。ここは頭から行きました、小笠原。よく取りましたが大丈夫でしょうか。肘も含めてちょっと胸のあたりを触っていましたが、ダイビングしてますからね、一瞬こう息ができなくなる時あるんですね。そういう状況になったかもわかりませんね。大塚ピッチングコーチも飛び出してきましたが、ここで胸を打ってるですね、と言いますか、はい、いやナイスプレーですよです、ね、ナイスファイトですね。何かさっきはジャイアンツの岡本に何か気持ちが出ましたが、今度は小笠原に気持ちが出ましたね、はい、そうですね。打ち上げて高々と上がる打球は一塁ベンチ前、どうだ、取りました。山本がこれはボールを離しませんでした。2点差、逃げ切りましたベイスターズです。ジャイアンツの追い上げ2点というその差、ベイスターズが開幕から3カード連続勝ち越しということになりました。いい当たり、セカンド牧、これは素晴らしいプレーを見せました。
がセンターの関根ダイビングキャッチ。関根が宙を舞いました。ルーキー松本を支える素晴らしいプレー。左中間左バッターの切れていく打球をうまく取りました。ナイスプレーですね。左バッター得意の少しずつ切れていく打球かなとも思うんですけれども、ね、落下地点にまっすぐ入ってますからね。スタートを切った。ここはタッチアウトにしました。今度はベイスターズが盗塁を阻止しています。この4番岡本というところではありましたが、ジャイアンツ、ね、ちょっとだけスタートを切っていました。ちょっと遅れ気味ですよね、はい、しっかりこうスタートは切れなかったかなというところですけど。そうですか、はい、おお、これはアウト。しかしここはいい守備をベイスターズも見せまして、石田ベースカバー、佐野からそして石田へとボールが渡りました。先ほどは岡本、そして今度は佐野と両チームのファーストはいい守備を見せています。後には萩尾です。ここも叩いてセンターバック、センターが下がっていく、丸山下がっていって丸山ファインプレーを見せました。モーニングゾーンで掴みまして、これで2アウトです。少しバットの先だったでしょうか。まとまっていいピッチャーかなと思いますよね。センターですが、センターバック、センターバックして掴みました。丸山守備範囲、ジャイアンツ打線未だヤフーレの前からヒットを打つことができません。いや、そういうこう軸になるストレートが使えるピッチャーだと思いますけどね、はい、セカンド、これはグラブトスして一塁送球、ダブルプレー。山田そして長岡、二遊間コンビでゲッツーを取りました。1回が終わっています。